札幌の皆さん、明けましておめでとう。暗闇のボーカルの清原です。暗闇は武道館もありまして、武道館も、札幌から来てくれた人いると思いますけど、多分大成功に終わってるでしょう。来年は早々2月に多分シングルが出るし、ツアーにもまた行けると思いますので、ぜひ来なさい。今見とこないと、あれですよ、まずいっすよ。というわけで、今日はお正月なんですけど、なぜか水橋さんは武道館に来てくれましたし 武道館に来てますし、コメントを取ってますが、今年も良い1年を黒目と一緒に過ごしましょう。明けましておめでとうございます。黒い目の、ひときです。去年は、1995年はですね、黒い目にとってなかなか良い年で、いろんな波乱万丈な年でもありましたが、96年は今年、96年はですね、そうだな、2人で必死に頑張っていこうかなと思う年でございます。悔いのないように僕らも頑張っていきたいんで、皆さん、応援してくださいね。早く、北海道の方にも、ね、札幌の方にも、ライブにも行きたいですし、みんなの前に早く、ステージの上でも立ちたいんで、皆さん、どんどん応援して期待を膨らましていてください。シングルも2月に出るし、春先にも多分アルバムも出ますんで、それも期待大ということで、よろしくっていう感じなんで、皆さん、今年もどうかよろしくお願いいたします。それでは黒い目のひときでした。9、明けましておめでとうございます。ニューボーグのボーカルのチカです。去年は、北海道にも、ライブに行ったわけですが、1回だけしか行ってないんで、今年は、デビューした後の防具っていうのを店に、北海道に、春ぐらいには行きたいなと思うんで、その時はぜひ遊びに来てください。では今年もお互い頑張っていきましょう。じゃあ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ブレスのボーカルの京之介です。ベースの秋です。お正月だね。もう年が、これを聞いてる人は明けてるんだが、僕たちのノイズも明けてるよねちょっと出てるよね1996年は地球不滅の日まであと3年だって。バンドやってていいのかな。じゃあなんだ、12月8日に、去年の12月8日にガラクタの歌発売しました。イエーイどうすか。よかったですいいっすね決めますか渡そうまだ聞いてない人もいっぱいいると思うんだけど、ぜひ聞いてください。本編はちゃんとやってます、あ、ちょっと味噌もあるけどね。味噌もあるけど、気づいたら聞いてないかな。買ってください。ちょっとあれだよね、ジャケットなんかもいい感じでしたんで、
これはね、2回目なの。2回目でーす。言っちゃった。今年の活動予定、簡単に。おう。来てくれ。2月、3月ぐらいに、全国ツアーに出るよ。おー。イエーイ。多分、北海道行くよ。マジ、うん、え、俺も行けるってこと、あ、だ、え、ダメ。ぜひ北海道行ったら食べ物が美味しいそうだよね。おごってかに。おごってかに。おごってダメ。てな感じでフィニッシュ。フィニッシュ、ちょっ、あ、どうしよっかな。おごってかに。今年もよろしく。よろしく。バイバイ。どうも。よろしくでした。明けましておめでとうございます。バレンタイン DC です。まず、バレンタイン DC ですが、ボーカルのケンイチです。どうぞよろしく。ですね、2月14日に発売予定のミニアルバムを今発売を待ってる段階のバレンタイン DC ですが、とにかく今年はですね、もう96年、何年や、まあいいわ、ネズミ、ネズミ年ということで、12日の初めということで、何を言ってんのとか言いながら、今年も頑張っていきたいと思います。オンドラモス、たけし君です。え、あ、はい。ですね、明けましておめでとうございます。そうですね、2月にアルバム出ます。みんな買ってください。はい。はい、オンギター、直也君です。はい。なんか小耳に挟んだんですけど、なんか今年バレンタイン流行るらしいんで、あのアルバム、あの買って聴いてください。あの半分強制です。はいはいはい、はい、オンベースジョン君。はい。アルバムのことは大方みんな言ってくれたんで、僕はとりあえずとにかくもう北海道に行ってうまいもん食いたいとしか思ってないんで、呼んでくださいって感じだね。はい、はい。まあ、いつもグルグルの皆さんにはお世話になってます。はい。札幌の皆さんにもお世話になっております。はい。今年も格別のごひいき賜りたくお願い立てまつります。ということで、バレンタインで DC でした。よいよい。ハッピーニューイヤー1996。明けましておめでとうございます。ユースクエイク日和です。去年はユースクエイクいろんなごたごたが相次いであったりしたんだけど、足元見直して気合い入れてるうちにね、チャンスも転がってきて、今年はそのチャンスをもっともっと生かして去年以上に飛躍したいなと思ってます。模範的な答えでしょう。まず今年のユースはライブです。
どこのバンドよりも一本でも多くガンガンライブやって、ライブバンドとしてのユースクエイクを確立したいなと思ってます。そのライブの上でキーポイントになるのが1月21日、もうすぐなんですけど、この日にリリースされるニューアルバム、サードアルバム、ユースクエイク、このアルバムを絶対聴いてください。新作なので、LA ミックスだし、今日これからロサンゼルスに行ってくるんですけど、頑張ってきます。で、そして、来たる1月29日、この日にユースクエイク、サル軍団は札幌に参上しますので、ぜひ会いに来てくださいね。元気分けてあげます。待ってます。1996年、今年もユースの去年以上に気合って頑張ります。応援をよろしくお願いします。See ya!札幌の皆さん、明けましておめでとうございます。ルアージュのベースの会議です。1月なんですが、17日の水曜日に、ぐるぐるの方で、ルアージュのキャンペーンがありますので、そっちの方は、メンバー誰が行くか忘れてしまったのですが、行きますので、みんなぜひぜひ来てください。それと2月の25日に、青年館のビデオが、ポリグラムの方から発売されますので、そっちの方もよろしくお願いします。札幌の皆さん、明けましておめでとうございます。ルアージュのレジです。今年じゃないか、95年なんで、去年なんですが、去年といえばとりあえずツアー理想郷かな、やっぱ一番頭に残ってるのは。なんでどうでしたかというのと、青年館に、来てくれた人とかはどうでしたかというのが、ちょっといろいろ聞いてみたいかなと思うんですが、今年はまた、違う意味で、1年また新たに頑張ろうかなと思ってます。あとは今年、1月なんですけど、キャンペーンとかで全国いろいろまた行くとは思うんですが、その時はまた遊びに来てほしいんで、その時はその時で誰に会えるか分かんないと思うんですが、遊びに来てください。あと青年館とかも、2月にビデオとか出るんで、そっちの方とかライブに来れなかった人は見て、その時の、みんなと同じ気持ちというのかな、そういう空間に入ってほしいなと思うんで、今年1年またルアージュをずっとというか今年1年、また見ててほしいなという次第であります。今年もよろしくお願いいたします。札幌の皆さん、明けましておめでとうございます。ルアージュのドラムの正野です。札幌は、寒いですか？寒いですよね。僕も寒いですが、それは置いといて、去年、いろいろと、札幌にも北海道4カ所、ツアー理想郷でライブを回ったんですが、たくさん、ファンの人たちが、待っていてくれてすごい、嬉しかったです。
それで、無事、12月10日、日本青年館のライブが、終了したことを、報告します。来てくれた方、来れなくて、そこ、家からとか、応援してくれた方、祈っていてくれた方、ありがとうございました。それでなんか北海道にはですね、なんかムササビ連合とかですねあるみたいで、なぜか僕がそのムササビ連合の会員ナンバーワンになっているようで嬉しいですムササビイエーって感じで嬉しいです。あと、北海道っていうか、青年館前に、事務所の方に、その札幌の人たちとかいろんな地区の、人の、ルアージュファンクラブノートっていうのがあって、それを、見ていたんですけど、すごい、なんていうのかな、応援してくれてることもわかるし、その僕らの、悪いとことか、こういうとこってどうなのかしらみたいな、こともいろいろと書いてあって、すごい、勉強にもなるし、だけど、いや違うんだよ、ルワージュはもっともっとこうなんだよって、思ったりすることもあって、けどすごい本当に真剣にみんな考えてくれていて、本当に感謝で、嬉しいです。また、近いうちに早く、北海道に行って、ラーメンが美味しいので、ラーメンが、食べたいんで、それから皆さん、あの三橋さんには、優しくしてあげてください。僕も、三橋さんには、優しくしていただいているので、そうですね、また、ルアージュが、北海道へ行った時は皆さん、応援よろしくお願いします。ショーノでした。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。リカです。カズシです。ルアージュです。そうです。いや去年も いっぱいライブやりまして、北海道の方でもたくさんやったわけですが、やりました、ね、でツアー理想郷のファイナルという形で、日本青年館どうでしたか、カズさん。最高。いや素晴らしいライブができました。北海道の方からもいっぱい来てくれたと思うんですが、どうもありがとうございました。ということです、来年も頑張ります。頑張ります。だから応援してください。で、ね、年始にキャンペーンがあるのですが、どこへ行くかは教えない。僕はの方に行くんですか。僕はプーの方に行きます。もういいわ。なんでよろしくお願いします。お願いします。リカでした。カズシでした。さよなら。さよなら。はい、どうもソフィアの友です。新年いいですか。新年にあたりメンバーの皆さんに96年の抱負を聞きたいと思います。なるほど、はい。じゃあそれじゃあ、まっちゃん。違うと思う。段取り通り行けや。ごめん。あ、ほなあ、じゃあジル君。だっつーの。いや、だから96年の抱負でした。いい。だから九州なんや。そうじゃん。アリアンか96年頼むわ。ライツ。もうええわ。もうほなほな、じゃあクロちゃん96年の抱負を。なんで、何、お前誰。いや僕友やんか。だえ、何、わくさもう草ないわ。もうちょ、なんかあ言うてやん、みんな96年の抱負。はい、いやだち
もう、はい、はい、もうね、あら怖いよ、ほなほな、もう、じゃあ次じゃあ次行きます、もうほな、じゃあ次、宮子くん、はい、もう、もうちょ、た、ちょ、もう、ちょ、ほんまもう頼むわ、ちょ、ほんま頼むわ、もう、言うてや、いやいや、だから何が聞きたいねん、だから96年の抱負ありやんか、もう俺司会にならへんやん、はいはいはい、おやすみ、おやすみちゃうわ、もうほんまにもう こいつらもう、あ、ほんなみつる兄さん、はい、あ、ていうかよ、ちょっと俺のこと青大将って呼んでくれよ俺はよ生まれも育ちも北海道だったけどよ、まあ北海道って知ってるかよ、バカにすんじゃねえぞ、おいマイナス40度の世界ではよ、バラもお前バラバラなんだよちょっと受けたんじゃねえか、おいおそれからよ、まだあるんだよ、何ですか、バナナで釘が打てんだよ、おいとんかち屋さんが儲かんなんだよ、いやだから96年の抱負って言うてるんですよ、バカにすんだよ、おいバカにしてませんよいやもう話になりません、もうね、もうほんま、じゃほんま、この人ら、もうほんま、どこ行くねん、もう、あの、君に抱負を言う必要はないから、なんでよ、あんな、これ CD のメッセージ CD やったら、とりあえず、そのみんなに一応抱負として、ソフィアは、来年、頑張るぞ、何を頑張りましょうか、とりあえず、やっぱり、パチンコあかんやろ、とりあえずやっぱりこの4人で、あの、新たなソフィアの一面をね、見せていけたらいいねと、みんな待っとけと、北海道はね、ソフィア4人で頑張ろう、頑張ろう、待って、じゃあね、そのあと1人は、あと1人は、ちょ、行くなよ、ちょ、待ってよ、俺入れて5人やろ、ソフィアってなあ、ちょ、くそ、ほんま、まあね、あいつらああいう風に言ってますけどね、ほんま、俺がおらな、何もでけんくせにな、ほんま、もう超しっこいで、ほんま、ちょ、もうほんま来年から、ちょ、もうみんなもうちょっと俺の味方についてよ、ほんま、もう絶対来年こそやったるからな、ほんまライブだってな、ほんまあれ全部俺が考えてんねんで、あいつの歌から何まで、もうみんなのステージングとかさ、ほんまもうみんな騙されてあかんねん、みんなのあの言うこと、あの甘いフェイスに、ほんまに、もうほんまクソムカついてきた、ほんまもう今からちょやりに行こうかな思ってんねんけど、でもまあとりあえずもうほんまちょっとみんな来年こそほんまお願いします、俺友です、友です、ほんならさよならすぎる朝。
明けましておめでとうございます。ハイパーマニアボーカルのゆうすけです。僕らはですね、西の向こうへツアー以来、ライブもしないで、こういう今お正月なのに、私のお家で曲を作ってる真っ最中なんですよ。本当は年末に何本か、ライブをする予定ではいたんですけど、僕らの勝手から、西の向こうよりバンドっぽいサウンドを目指して、バンドっぽい歌を目指して、こういう今状態で地道にこう作ってるわけなんですよ。まあライブしたくてうつうつしてるんですけども、きっとまあこう暖かくなってきて春の訪れが感じられる頃には、ライブ活動を再開して、まあ96年はツアーもして、まあ、音源の方も残して、まあ、充実した年にしたいなと、ハイパーマニアの年にしたいななんて思ってるんで、楽しみにしておいてください。まあ、その時のツアーではやっぱり北海道は外せないんで、やっぱりウニは美味しいしいい街だから絶対行きたいと思ってるんで、まあ、楽しみにしていてください。まあ、西の向こうへ聞いていない人たちも、まあ、ぐるぐるで絶対買って、その時は僕らを、温かく迎えてください。それでは、今年もハイパーマニアよろしくお願いします。ゆうすけでした。こんにちは、トミーです。最近はポーカーゲームに凝っています。バンドの方なんですが、カラーは今はまだやってないけど、レコーディングをして新しくアルバムを作ろうかなと思っています。まあ、今年あたり、去年はだいぶお休みしたので、今年あたりはしっかりとお休みしようと思っていますというのは嘘で、まあなんかやろうかなとは思っているんで、まあ待っててください。あとシスターズの方
にもちょっと触れとこうかなと思うんですけど、ツアーをやる予定だったのが少し延期状態になっていますが、春先ぐらいには、元気な顔を見せれると思います。まあみんなよく頑張ってるんで、気長に応援をしてください。アルバムはいい出来で、カラーですけど、アルバムはいい出来で出来上がると思いますので、よかったら聴いてください。おはようございます。ビリー&ザ・スラッツのサミーです。MC みたいだね。とか言うと。誰も笑ってくれねえや。フリル事務所の人間もノリが悪いぜ。ビリー&ザ・スラッツのサミーです。明けましておめでとうございます。北海道の皆さん、ビリー&ザ・スラッツの新しいやつは聞いてくれたよね、ベイベー。で、ジャスティスっていうことで、新しいやつが去年出たんで、まあそれをステップアップに今年も一つ頑張りたいと思います。去年は、アルバムが2枚作ってて、ほとんどライブもできなくて、トータルで10本もライブやらなかったのかな。まあ、北海道は結果的に、ね、防具のツアーで行ったきりなんだけれど、今年は行けたらいいなって、もちろんいつも思ってるぜ。おう、すすきのも行くぜ。あと、カニも食いたいぜ。ラーメンも食いたいぜ。あと、三橋さんの顔も見てみたいぜ。今度はボウリング負けないぜ。なんかしゃべ、あとね、二月革命が出たよね、新しいやつがね。なくて困ってた人は、ぜひ買いなさい。髪の毛赤いまんまのジャケットで、申し訳ないけれど、まあ、あの頃はあの頃で過去のものですよって感じで、まあいいんじゃないですかって感じで。あと、二月革命じゃねえや、一つ目うさぎも出るみたいなんで、そっちも持ってない人は買ってください。あとね、今年のビリーは、ちょっとダンサンブルで、あれなんだけど、北海道の子に手紙をもらったら、ビリーはテクノになったんですかとか、手紙に書いてあったんだけど、ちょっと間違った情報が北海道で流れてるみたいだけど、一応ファンクをベースにしたノリノリのロックです。メンタルな部分も美しく歌い上げて、アンビエントって言うんですか、よくわかんないんだけど、俺。です。とりあえず、新しいビリーに期待してください。またステージでぜひ会いたいと思います。その時はよろしくお願いします。それじゃあさようなら。今年もよろしく。ピッピッポーミスタージーカースチャンネル。というわけで始まりましたミスタージーカースチャンネル。寒い日が続きますが皆さん風邪などひいていませんか。今夜もストヤクはスーパー早口、燃える夜桜冬でもスーパーティーバック、夜桜つくまるでございます。燃えてるぜ。まずは新年のご挨拶、スーパーハッピーニューイヤー。おや、今夜のゲストは俺じゃなかった。最近増殖計画で女の踊り子さんやピエロ役のパフォーマー、カッチョイギターのお兄さん、パーカッションのカイコちゃんなど、毎回違った6章を見せてくれるミスタージーカンスの中からこの人たちに来てもらいました。そうです。それじゃ早速番組に送られてきたお便りから。様いつも楽しく聞いています。ありがとう。ちょっと質問があるんですが、ライブでどうしても目がいってしまうのがティーバックの前の部分なんですが、中に何か入れてるんですか。というのは札幌市のビッグプッチプリコちゃん。まあそんなことはありませんよ。毎回毎回天然物でお届けしておりますが、札幌寒いので東京公演の時より多少小ぶりになっております。ご了承くださいね。まあね、だって俺ら族だからさ。すごい。欲しいか欲しいか欲しいか。ちょうだい。オーケー、グレートパワーアップ、チョップチョップビーム。ということで2枚目のお便り、ミスタージーカンスの皆さんこんばんは。こんばんは。毎回ライブ公演楽しみにしています。あんまりライブ公演をしないジーカンスなのですが、どうしても見たいので今後のジーカンスについて教えてください。1996年の予定や札幌にはいつ来るかなどお願いします。という札幌市のすずらんこちゃん。ランコちゃん危ねえな。すずピーコちゃんみたいなね。危ねえな名前が。じゃあ、ちょっと喋ってもらおう。来年は96年はさらにグレートアップ、パワーアップして、そうですね、もう衣装の方にもっと凝りたいですね。あ、もう着ない着ない着ないね。着ない。俺はマンモスの角ぐらいだね。あとメンバー増やそう。まあそうだな、まあ50人だね。いやそうね、50人50人にして、で、客席でやろう。あ、もう客席そう、それでお客さんはね、ステージ。もうそんなそういうバンドいないからね、やってみよう、そういうの。どうなるか分かりません。やってみよう。
まあそういうことで、まあ、1月は、1月の14日京都ミューズホール、1月28日は、月丸バースデーイブ公演夜桜三昧を池袋サイバーで、札幌はね春頃にエキサイティングでグラマラスでスキャンダラスな公演を予定しています。欲しいか欲しいか欲しいか。おっとそろそろお別れの時間です。ミスター G関する皆さん、最後に一言ずつメッセージを。カニ食べたい。ラーメン食うぞ今。なんだかなんだね、今夜はどうもありがとうございました。それで続きは手を寝るものちゃんね。次の札幌公演もすっごいからぜひ見に来てください。待ってまーす。 OK、 来週のミスター G関するチャンネルは恋のスーパーイチャイチャナイト、ザ・ハーレム級のホスマル様をゲストにお迎えしてお送りします。それじゃあお別れの曲はミスター G関するのこの曲です。ミステリアスダンスマカブぐるぐるにお越しの皆さん、明けましておめでとうございます。しずくのボーカルのみつるです。1月15日からエンドオブザロストエイジという3ヶ月にわたる長いツアーが始まります。1月に、写真集ロストエイジたちに次ぐ発売記念、2月に CD シングルロストエイジ発売記念、3月にファーストビデオラストコーション発売記念とそれぞれ全国を回りますので、皆さんよかったらぜひ見に来てください。なお3種類ともアイテムを集めた方にはスペシャルプレゼントを用意してあります。楽しみにしていてください。ツアーの詳しい日程はノワールの方で問い合わせてもらえればわかると思います。では皆さんライブで会いましょう。こんばんは、黒い派のボーカルのムクロです。こんばんは、ドラムのレイです。こんばんは、ギターのギデルです。あ、ベースのマコトです。黒い派の、そうですね、今年平成8年の抱負、まず、ギターのギゼル君から。今年は、1月の終わりに多分札幌の方へ行きますんで、雪の中負けずと頑張ります。ジンギスカンも食べて、今年はもう絶対カニを食べようと決めたんで、カニを食べて、あとバルトルマニアも頑張ります。バルトルマニア、バルトルマニア、バルトルマニア、それだけです。よろしく。じゃあレイ君。そうですね、とりあえず1月来ます。あと5月のバトルマニアは絶対に誘ってくれなくても来ますので、北海道の皆さん、みんな見に来てね。じゃあベースの誠くん。ね。で、頑張ります。はい。じゃあボーカルのムクロくん。まあ僕はですね、とりあえず、クライハはクライハの判断で、で僕は僕の判断で、それなりに頑張らせてもらいますので。まあとりあえず1月の終わり、雪をかき分けていきますので楽しみにしててください。風邪をひかないようにね。ね、プルプル。そう、プル。あ、それを言っとこう。プルプルしてってほしいです。寒くてプルプルしててほしいんじゃなくて、黒い歯を、待ち焦がれてプルプルしててほしいと思います。あと皆さん、三橋さんを大切にしてね。ぐるぐるにお越しの皆さん、明けましておめでとうございます。クロシックで、ボーカルをしているヒロです。今日は何か一言ってことなんで、こっちの方をしたいと思います。今年クロシックは3月にミニアルバムを出すことに決定しました。
予約や音源等の質問なんかはね、円盤屋でできるんで電話してみてください。それから3月にミニアルバムを持って全国15カ所ほどかな、ツアーを予定してるんで、またこっちもね楽しみにしてください。もうツアーファイナルの方もね、4月の3日ハートランドでクロス初ワンマンすることを決定したんで、4月の3日は名古屋で俺たちと一緒に遊びましょう。それでは最後に俺たちの曲「失われた私」を聴いてください。だけ落ちる僕の体を抱き寄せて、札幌の皆さん、明けましておめでとうございます。ガーゴイのボーカルのキバです。今年はね、皆さんと一緒に楽しい年にしていきたいと思ってます。去年は、一度しかガーゴイルライブで札幌を訪れることができなかったんですけれども、今年は一度でも多く訪れて、より楽しく、より幸せに、お互いの信頼関係ができるようなライブを作っていきたいと思っています。おめでとうございます。ドラムの勝井です。まあ予定は特に決まってないんですが、春ぐらいには行けると思いますので、皆さんその時は、来てくださいね。よろしくお願いします。どうも、明けましておめでとうございます。ギターの与太郎です。今年はね、去年以上にすごく激しく、そして幸せなライブにしたいと思います。皆さんにとっても良い年でありますように。
どうも明けましておめでとうございます。ベースの年です。ですね、今年はですね、ガーゴイル、まあ去年はナチュラルというアルバムが出てから、札幌の方には伺ったんですが、今年はちょっとそのアルバムの予定はまだ今のところないんでですね、今年はライブだけなんですが、ライブの年にしようと、5人張り切っておりますので、そのライブでぜひお会いしましょう。それでは皆さん明けましておめでとうございます。ギターの健太郎です。今年はね、すごい頑張りたいと思ってるんで、皆さんも、ぜひ遊びに来て、良い年になるように、楽しみましょう。札幌の方はね、あんまり行けない分、随分応援していただいて、手紙とかもたくさんいただいて、ガーゴイルもまた早く訪れたいと思っています。春先には絶対に、ツアーで行きたいと思ってますので、その時ではまたライブで会いましょう。じゃあさようなら。タンタタタタタタタン、分かる、タンタタタタタタン、ぐるぐるお越しの皆さん、明けましておめでとう。アインスフィアのひろふみです。いや君や君はこれなんつうの、コケオノシ言うんかな、分からへん分からへんけど自己紹介で。あ、明けましておめでとうございます。ドラムの厚人です。うん、なんかさっきの歌多分ね聞いてるみんなは通じないよ。まあちょっと日本的に言ってみたけどな。うん、ほんで今年の僕らはね、うん、やっぱり今年もねリリースもんってたくさんすると思うんですけど、うん、やっぱり、去年から引き継いでね、うん、アルバムウォークを今年もいっぱい聴いて大事な一枚にしてほしいなと思います ね、うん。それで僕たちの動きはやっぱり今年もライブが大事なんで、そう、うん、ライブ中心でそういったサイクルをね今年もしっかり組んで、北海道のみんなにも、何回かねちゃんと会いに来たいなと思ってるんで、うん、ね、そうですね、本当に楽しみにしててほしいなと思います。はい、それじゃあ、今年もアインスフィアをよろしくということで、また会いましょう。アインスフィアのボーカルのひろふみでした。アツヒロでした。さよなら。チャオ。ぐるぐるにお越しの皆様、明けましておめでとうございます。呪霊というバンドでボーカルをやってます、キューアと言います。僕たちは名古屋を中心に活動しているバトなので、全く知らない人がほとんどだと思います。そこでより早く皆さんに会える機会があるので報告します。今回の雫のツアーへオープニングアクトとして参加することが決まりました。初めての全国ツアーということで緊張してますが、気合は十分入ってます。僕たちは早く皆さんに会いたいので必ず来ていただきたいです。そこで呪霊の世界を少しでも感じてください。僕たちはより多くの人に呪霊というバンドに触れてほしいのです。そこで僕たちの参加するライブハウス全てにデモテープを無料配布いたします。ライブで呪霊を見て感じて、そして家に帰っても感じ取ってほしいのです。できれば肌身離さず守っていただいたら大変嬉しいです。ぜひ来てください。来れない人も呪霊というバンドがあることだけでも覚えておいてほしいです。それではとても寒い季節なのでお体には気をつけてください。皆さんにとって良い一年でありますように。北海道の皆さん、はじめまして、ギターの椎野です。もし北海道にライブをしに行くことがあったら応援してください。ではちょっとお待ちください。95年はあまり姿を現さなかったけど、96年はきっと満足できるデザビエをお見せすることを約束します。センスを磨いて待っててください。くだらない言葉に惑わされずにしっかり生きていてください。離れたら後悔します。必ず。デザビエの天才ボーカリストでした。
ブルーへお越しの皆様、新年明けましておめでとうございます。楽者のボーカルやひこです。ギターのケンジです。ギターのまさやです。ベースのじゅんです。ドラムのさくらです。今年はファナティッククライシスのツアーマスク2のオープニングアクトをやることが決定しました。その際に僕たちが出る場所ではデモテープを配布しますので、ぜひとも足を運んでください。ではメンバーから今年の抱負を言わせていただきます。僕は去年以上に練習し、もっと楽者なを進化させていきたいと思います。ケンジです。僕はツアーで自分らしさ、楽者らしさを見つけ、音、ステージングの面でも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。マサヤです。ツアーで学べるだけのことを学び、吸収できるだけのことを吸収し、今後につなげていきたいと思っています。ベースのジュンです。楽者の色を探そうと思っています。今年も頑張りますんでよろしくお願いします。さくらです。リズム隊としてボトムキープをしっかりとしていきたいと思います。今年も頑張りますので、どうぞ皆さん楽者の応援よろしくお願いします。北海道の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。スピード ID のボーカルのユーロです。僕らは今、バンドの方を長期休暇を取って、中南米ニカラグアの奥地、ハナハナという秘境の村に遊びに来ています。近所に住んでいる村長のポポさんという方は、とてもジェントルな方で、今日は彼のエスコートで村の女の子たちの踊りを見学しに行く予定です。日本は今頃冬でしょうね。皆さんお元気でしょうか。こっちの方は JP 春がわけのわからない風土病にかかってしまい大変です。それから昨日とっても綺麗なオウムを捕まえました。日本に連れて帰っていつかみんなに見せてあげますので、楽しみに待っていてください。様、明けましておめでとうございます。ロマンスフォアのギターの海江です。明けましておめでとうございます。今年は何年でしょうか。何年でしょう、まあ何でもいいんですけど、僕寅年なんで、年男にはまだ程遠いですが、年男、年女の皆様、おめでとうございます。年賀状はどうですか。僕は最近来た試しがないので、少し寂しいです。お年玉などももらえないので、誰か欲しいです。ライブとかも北海道の方には、3月くらいに行きますので、その時にでもお年玉をください。うぞです。よろしくお願いします。CD も出ますんでよろしくお願いします。それでは明けましておめでとうございました。はい。
ぐるぐるにお越しの皆様、明けましておめでとうございます。ロマンスフォアベースの実事です。この前の時はいつだったかな、9月か10月ぐらいに一度札幌の方に行ったんですが、その時は札幌の周りを何も観光してないんで、今度の札幌行った時にはぜひ時計台だのいろんなものを見たいと思います。それでですね、今度の3月の14日に僕たちの初の CD 音源が発売される予定です。で、きっといいものを聴かせられると思うので、ぜひ一度聴いてみてください。それでは今度またツアー先で札幌に行くと思うので、その時にお会いしましょう。ぐるぐるにお越しの皆様、明けましておめでとうございます。ボーカルの泉優です。95年は、ロマンスフォアが、みんなの前に、姿を現して、もう約1年経っちゃったんですけど、その1年の間にいろいろなことが本当に自分たちの身の回りでありました。でも、ロマンスフォアを、これからもっともっとかっこよくしていくために、本当にメンバー一生懸命頑張っております。札幌はまだ1回しか行ってないんですけど、次は観光も含めて、前回行ったサウナにも行き、次はもっと札幌の街をこう知りたいなとも思っています。ぐるぐるにももう一度しっかりと顔を出したいと思うし、札幌のみんなにも会いたいと思っております。本当に来年はロマンスフォア大ブレイクということで、皆様のご協力を借りたいと思っています。CD も出るんで、今の自分たちの全てを出したいと思うんで、ロマンスフォアの歌に触れてください。短いですけど、また会う日までさようなら。ぐるぐるにお越しの皆様、明けましておめでとうございます。ファナティッククライシスの石崎勉です。年も明けまして心機一転、ファナティッククライシスも頑張ろうかなと思っています。1月7日にフルアルバム、初のフルアルバムマスクが発売いたします。ぐるぐるで予約してぜひ聴いてください。あと1月6日から、アルバムマスクのツアーマスク2が、1月6日からやるんですけど、1月25日に、札幌メッセホールの方でやらせていただくんで、ぜひともマスクを聴いて来てほしいなと思っている次第です。てな感じで、今年も96年もファナティッククライシスよろしくお願いいたします。それじゃあね、新年明けましておめでとうございます。リディアモードのボーカルの深夜です。ですね、まあ札幌にはねずっとお世話になってて、ぜひねまた今度遊びに行こうかなと思ってるんですけど、今年はね、去年はね実はねあんまりライブがたくさん札幌とかでもできなかったんで、今年はたくさんやろうかなと思ってます。北海道内ツアーでもねやっちゃおうかなとか思ってるぐらい気合入ってますんで、ぜひねもう札幌のみんな応援してほしいなと思います。きっと次に会えるのはまた春、次の春、3月か4月ぐらいにねまたツアーで札幌に来ると思うんで、ぜひその時は遊びに来てください。それでは今年もまあいい年でありますようにということでね、皆さんも頑張って、1年楽しく過ごしてくださいね。それではまた。明けましておめでとうございます。ラピュータの順次です。ラピュータの、ともいです。ですね、札幌の皆さん、皆さん、ぐるぐるの皆さん、三橋さん
お久しぶりです。お元気ですか。今年は、2月の、25日にですね、ミニアルバムが出ます。もう、すごくいい仕上がりになってますんで、ぜひ、皆さん買って聴いてください。来てください。違う。4月頃に、北海道に行きますんで、来てください。そうですね。ラピュータ約2年ぶりの札幌で、ですね、2年ぶりの成長というか、この大きくなったラピュータを、ぜひ、体感してもらいたいなと、思っております。それで、ここで、ジュンマネージャー北海道好きらしいんで、挨拶。マネージャーの加藤さんです。札幌の皆さん、ぐるぐるの皆さん、そしてすすきのの皆さん、今年の4月にお伺いいたしますんで、その時にはぜひお集まりになってください。よろしくお願いします。ってことで、今年ラピュータ頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ぜひ札幌の方でも盛り上がってもらいたいなと思います。ではこの辺で、さようなら。さようなら。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやー、ほんとねー、ドルバブルね、ほんといっぱい、さすがに札幌行ったしね、この年雪が積もって、お年玉が来るから、ほんと辛かったけど楽しかったな。ボーリングも行くから。おいお前ら、わからねえよそんなんじゃ、ダメだ。いやけどね、あれですよ、今年も北海道にね、いっぱい行くよということで、はい、いっぱい行きましょうね。あ、まあ、札幌行くって言ったらさ、そうそうそう、やっぱ結構遠いからね。新年明けまして、本当に、いや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 、北海道海を越えてフェリーに乗って、お年玉がまだ止まんないから。おい、まだ分かってねえのおめえら。ダメだなおい。まあ、無事。いやいや、皆さん今年もよろしくね。ポコン。札幌のみんな、明けましておめでとうございます。グレーのボーカルのテルです。今年はですね、グレーにとってすごく忙しい年になりそうなんですよね。まあ、その忙しくなるというわけはですね、1月17日に僕たちのニューシングルグロリアスが発売されます。まあ、この曲はですね、拓郎が友達のね、その結婚して子供が生まれて、それで幸せそうな姿を見た時にね、どうしてもこの曲を送りたくなったっていう、そういう曲なんですけどもね、まあ皆さんにもですね、この曲を聴いてもらって幸せになってほしいと思います。その後にはですね、2月7日になります、ビートアウトというアルバムが発売されます。このアルバムはですね、今僕たちができる限りのその曲たちを集めて、それを収めたアルバムなんですけども、すごくね、バンドらしくって、まあバンドらしくっていうのもなんか変だと思うんですけどもね、今までのそのカチカチっと作ってきたグレーだったんだけども、今回は自由に楽しく、それでもってそのバンドらしく、うん、曲を作っていければいいなというコンセプトの中でね、出来上がりました。だからね、すごく勢いがあって、バンド、さっきから言ってますけどもね、本当にバンドっぽいっていうのが本当に一番あったアルバムだと思います。まあ、そのアルバムを、まあ、持ってですね、3月の29日札幌市民会館でビートアウトツアーを行います。僕たちのね、ライブはすごく楽しいライブだとは自分たちで思うんですけども、まあ初めて来てくれる子たちはね、まあ楽しかったよとか言ってくれるんだけどもね、まだ僕たちのライブを見たことのない人はですね、ぜひその3月29日に札幌市民会館でですね、会いましょう。まあ一緒にですね、楽しい一日を過ごせればいいなと思います。まあそんなもんかな。まあグレーはね、これからも一生懸命頑張って走り続けるんで、皆さんも応援よろしくお願いします。それではグレーのボーカルのテルでした。